おぎやはぎおぎは芸人にありがちな苦労話や貧乏話を振られても真顔で全くないと答える。名字のおぎは本当はこぎと読むが、父親がこぎはダサいからとおぎにこっそり変えた。義母の森山良子が深夜ラジオのゲストに出てくれたにもかかわらず、老婆クソババアと言いたい放題、思ったことはすぐ口に出す性格のため、参加した合コンで今日ブスばっかだなと言ってしまう。知り合いのメガネ屋店主から好きなの持ってってと言われ、いいの全然ねえなと発言し店内を凍らせる。ゴルフのラウンド中、東京03飯塚に貸したクラブを目の前でおられるも、想定内とノーリアクションでプレーを続ける。ゴルフのキャディさんをお母さんと呼んでしまい、これはあるある、だから恥ずかしくないと言い張る。大先輩石橋貴明から飲みに誘われたが、行くわけねえだろうと断り殴られたことがある。